破らなくちゃいけない。そこにいる敵兵を倒して道を開くんだ。私の意志ではない、戦場の意志だ。私、笑ってなんかいない。本当は
ごめんなさい。笑って。ごめんなさい。もう笑わない、笑えない、笑いたくなんかない。よう、スネーク、調子良さそうだな。ドレビンか、何の用だ。釣れないね。せっかくお得意様にフェイスカムについて教えてやろうと思ったのに。フェイスカム？さっきあんたがオクトパスのシェルから拾った偽装用スカルキャップだよ。オクトカムと組み合わせて使えばカムフラ効果が増大するはずだ。いいもの手に入れたな。だが形も大きさも俺向きじゃない。調整が必要だな。あんたの相棒なら得意分野なんじゃないか。俺にナノマシンを注入した本当の目的は覗きか。顧客情報管理と言ってくれよ。もちろん外部には漏らさないし。ドレビン、ならそのナノマシンにウイルスを混ぜ込んだのは何のためだ。ウイルス？俺の体内からあるウイルスが見つかった。お前が注入したナノマシンじゃないのか。なあ、心当たりなんて他にいくらでもあるだろう。俺にはあんたに危害を加えるメリットは何もないんだ。見てたぜ、スネーク。大したもんだ。まさかこの世にラフィングオクトパスを一人でやっつけちまうやつがいるなんてな。彼女はいつも笑っていた。なぜだと思う？彼女の過去に原因が？ああ。彼女は北欧の出身だ。そこは悪魔の村と呼ばれた海辺の小さな集落だった。悪魔の村なんてことはない。タコだよ。彼女のふるさとにはヨーロッパには珍しくタコを食う習慣があったんだ。頭のおかしな連中が昔からこの集落を忌み嫌っていた。彼女がまだ10代も初めの頃、その事件は起きたんだ。このカルト集団がどこかから武器を手に入れて彼女の村を襲撃した。
ささやかな村は突如戦場と化したんだ。村人全員が捕らえられ、一人一人惨殺されていった。しかし彼女には死よりも残酷な運命が用意されていたんだ。連中は彼女を悪魔の子と呼び、その名にふさわしい行為を強要した。家族や親友を痛めつけ殺せと。しかもその最中、彼女は笑い続けることを命じられた。悪魔らしく楽しそうに。逆らえば自分が殺される。彼女は恐怖に支配され、ひたすら命令に従った。笑い叫びながら親しい人々の体を切り刻んだ。血を浴びるうち、その赤はやがて漆黒に変わっていった。彼女にはそれがタコが撒き散らす炭に見えていたんだ。その体験は彼女の心に深く刻まれたんだろう。以来彼女は笑うことを止められなくなった。だがそれは本来の笑いじゃない。なぜそんな話を彼女に同情でもしろと。いや、あんたはそんな甘い世界に生きてはいない。それにここは戦場だ。だろ。まあ、あれはある意味正解だったわけだ。何のことだ。あんたと戦うことで彼女の精神は浄化された。さて、長話もこのくらいにしておこう。あんたを追っているビーストは他にもいる。気を抜くなよ。Ah!